ぐトイックトフルの勉強を始めてほしいし、大学1年生の方の学業をちょっとおろそかにしてしまったかっていう、めちゃめちゃ綺麗だったんだけど、僕はバイトと思ってなかった。うっちゃ出てきた。もう一回次の日やるんで汗が出ちゃう。では始まりました、モジチャンネルです。さあ、すごく久しぶりだ。はい、そうですね、はい、ちょっと前回汗びっしょりのままちょっと出てしまいまして皆さんに不快な思いをさせたと思うので、うん、すいませんでした。武田塾教務の高田と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんか年末の格闘技番組に、あ、雷神の方に、はい、出てとかもいろいろ来ましたよ、予備高校生たちから。あ、本当ですか。はい、武田塾ってなんか年末の格闘技、はいはいはい、戦う受験生を応援するという趣旨で武田塾も協賛の方させていただいて、はい、そんな教えてきてると思うんで、はい、もうだいぶ映像に出てるってことなんで、はい、たくさんの卒業生がいると思うんですけど、うん、そうですね、新たなその新大学生たちへのちょっとメッセージを高田先生からいただきたいなと思って、はい、僕後悔がありまして、はい、大学1年生の時に、はい、大学生活を楽しむという方と、まあ、大学生活の学業を頑張るという方があったとして、楽しむ方、エンジョイする方は結構満喫できたんですけど、大学1年生の方の学業をちょっとおろそかにしてしまったなっていう。そうだったんですね。はい、反省点があります。で、京都大学です。あ、そうですね、京都大学に武田塾の勉強で合格できて、でやっぱちょっと燃え尽き症候群になってしまったなという反省点がありますと。でそこで一番大きな反省点が、はい、英語の勉強を続けておけばよかったということなんですね。ああ、なるほど。はい、これも結構大学生の先輩とか学校の先生から、うん、トイック受けとけよとか、はいはいはい、今が英語力のピークだぞみたいなことを結構言われてたんですよ、うん、でも今も受験終わったし疲れたしもういいやと思って、はい、まあ、勉強しなかったんですね。英語をほったらかしにしてたんですね。でそうするとやっぱり英語力がどん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 落ちてきてしまって、いや、あの時トイック受けてたらもっといい点数取れただろうなとか、トフル頑張ってたらもっといい点数取れたなっていう後悔があります。今新大学生の方はもうしんどいと思う、受験終わって疲れたと思うんですけど、すぐトイック、トフルの勉強を始めてほしいし、チャレンジしてほしいなっていうふうに思いますね。なるほど、そうですよね。まあ第一志望行けなかった人とかでもね、はい、それで逆転できるなんてね、うんうんうん、こともあったりしますからね、はい、あとびっくりしたのが、はい、大学で英語めっちゃ使うんだなっていう、お、これもめちゃくちゃびっくりしてて、うんうん、僕経済学部だったんですけど、はい、英語の授業があることは知ってたんですけど、高校生の時から、うん、その大学の普通の経済学の授業で英語を使うっていうのをあんまりイメージしてなくて、はいはい、で入学したら、じゃあ次までにこの論文読んでおけよとかっていうのが普通に英語の資料だったりとかして、うんうんうん、まあ、大学生からしたら当たり前の話なんですけど、えみたいな英語で大学授業するのみたいな、英語の論文を次までに読んどかないといけないのみたいな。でもうめちゃ僕兄弟型の対策をしてたんで、もうめちゃめちゃ読むの遅くて、はいはいはい、って全然読み終わらないみたいな、うん、でめちゃめちゃ大学の勉強、英語の勉強しなかったがために苦労したみたいな、あ、なるほど、ところもあったりするんですよね。入って苦労したっていう感じだったんですね。そうですね。え、遊んじゃったっていうのはちょっと、はいはい、どうして遊んじゃったんですか。あ、やっぱりこう高校生の頃、はい、大学生になったらこんなことするぞっていうのをモチベーションに頑張ってたんで、はい、よっしゃ大学入った、じゃあ遊ぶぞみたいな、お、感じになっちゃったんですよね。それ具体的に言える遊びですか。大丈夫ですか。あ、まあ、まあ普通にサークル活動とか、はい、踊ってたんでしたっけ。あ、そう、民族舞踊研究会とかに所属してて、はい、楽しんでました。へえ、楽しかったんですね。やっぱりめちゃめちゃ楽しかったです、はい、友達もできたり、はい、先輩によくしてもらったり、はい、そういう勧誘みたいなのこう来てこれだって思ったんですか。あ、そうですね、めちゃめちゃ綺麗な先輩がいて、山本瑞希のあら、山本瑞希、僕でも知ってるぐらいの綺麗な兄弟文学部の先輩がいて、はい、その先輩が僕が歩いてた友達いない僕に、はい、民族舞踊をやらないって声かけてくれて、はいはいはい、でその先輩と一緒に踊って、はい、あ、これだって来ました社交ダンスじゃなくて、まあ、民族舞踊社交ダンスに近い部分もあって、あ、そうアメリカの踊りとかも踊るんで、一緒にやる時とか、ああ、なるほど、そういうのもあるんですね、はい、でこれだと思って汗がまた出て、はい、汗がまためっちゃ出てきた、森鉄イングリッシュチャンネルでやっぱ汗が出ちゃうんですね、ちょっとやっぱ思い出しちゃったからね山本瑞希、はい、ね、なんで、まあ、こう新大学生の方にはやっぱこう大学生活楽しむだけじゃなく勉強頑張ろうねっていう、英語を止めるなってことですね、英語の勉強を学び続けろっていう、なるほど、ことは言いたいですし、高校生
もやっぱ英語が大学入ってからも使うからめっちゃ大事だよってことは言いたいですね。なるほどなるほど、そうですね。可愛い先輩かっこいい先輩に釣られないで勉強、うん、それがやっぱ一番大きな後悔ですか。そうですね、大学で普通に英語を使って学ぶんだなっていう当たり前のことなんですけど、それが抜けてました ね。大学1年生の時の自分には。そうですね、英語できたらいろんな情報入りますからね、はい、本当に、はい、あとやっぱり京大入って周り京大生じゃないですか、はい、でその時にやっぱり帰国子女とかのやつがいて、うん、同じ英語の試験を受けてもやっぱ全然違うんですよ、はいはいはい、だからうわーと思って英語がどれだけできるかで大学生活の充実度も変わってくるなみたいな、そういう後悔もありますね。やっぱ勉強の部分がわっきゃいこの野郎とか今思ってるかもしれないですけどね。わっきゃいくんでね、ペットボトルの蓋で野球するみたいな、まあ、そこを紹介そこと、あとねどうでもいい日常ニュースがね、英語のネイティブの方ですからね。まあ、あと塾講師でバイトし始めてたんですけど、はいはい、その頃から、まあ、それはすごく楽しかったなと思いますし、うん、働いててよかったなって思います、うんうんうん、はい。もう校舎長とかもやってましたもんね。そうですね、僕大学1年生の時に、まあ、それこそ林塾長、まあ、僕武田塾の勉強法で京大合格したって経緯があったんで、はい、あ、もう武田塾京都校で働かないかってことを林塾長から誘われて、うん、でそれで働き始めてましたね、うん、どうだったんですかバイト。バイトっていうのはやっぱ大学生活の一部じゃないですか、はいはいはい、もう僕バイトと思ってなかったですね。え、そうなんですね。もうミッションだと、使命だと。ミッション。思ってましたね。すごい。もう楽しすぎて、その武田塾で、なんですかね。いや、ミッション、英語出したってこと、はい、英語です。まあ本当に自分の経験を生かせるというか、うんうん、まあ、塾での仕事がハマっちゃって、はい、まあ、それでちょっと大学あんまり行かなくなってしまったっていうのもあるんですけど。はい、はい、まあそういうこともよくありますもんね。はい、めちゃめちゃ楽しかったですね。じゃあサークルも充実して、はい、塾講師も充実をしていた。はいっていう感じですね。ただ英語はやっときゃよかった。そうですね、大学1年生の春に英語を頑張るべきだったなっていう後悔があります、うん、え、校舎長どんなことやってたんですか。あ、本当にもう生徒さんの指導とか、はい、ここ教えたり教えたりとか、はい、はあ、教室を運営したりとか。運営するってすごいですね大学1年で。そうですね、まあ、大学1年生の時は、まあ、実質ほぼ生徒0人で、その大学2年生の春からって感じでしたけど、はい、でもういろんな、僕もちろん大学生なんで、はい、もういろんな上司の人とか、はい、先輩とかのサポートを受けながらって感じですけど。わあ、いやでもだって、あ、まあ、見た目的に大丈夫だったんですね多分ね。そうですね、だから親とか話すの大丈夫だったんですか。だってなんかやっぱり陰キャだったっていう話をちょっと聞いたんですけど。もう気持ちで勝負ですね。もういろんな塾講師の人ってもう世の中いると思うんですけど、はい、まあ、自分は本当に真剣に生徒と接してたんで、はい、その気持ちさえ伝われば、はい、あとはちょっと社会人経験とか未熟だったかもしれないですけど、はい、乗り越えられるかなと思って。スイッチ入った感じ。あ、そうですね、はい、もうなんとかこの子を受からせるっていうその気持ちだけですね。気持ちでやってって、はい、それが今やだってもう喋りの達人みたいな感じにそんななってるわけですけど、大学時代からどうだったんですか。そういう感じでもう論理的に考えて論理的に喋るみたいなできた感じだったんですか。どうですかね、うん、あんまり自分では自覚はないですけど、はい、やっぱ大学入ったらこのテストとかあるじゃないですか、はい、記述、はい、論述しなきゃいけないとか、ああいうのもできた、はい、そんな特筆してそんなめちゃめちゃ論理力が優れたわけではないと思うんですけど、はい、成績とかどうだったのかなと思って、はい、あ、まあ、成績まあまあそうですね、あんまり大きな声ではあんまり大きな声では言えないで、まあ、楽しむは楽しんだ。そうですね、はい、じゃあもうバイトにサークルに、はい、一生懸命やったって感じだったわけですね、うん、あのバイトじゃないんですよ。あ、バイトじゃない、はい、メッシもう使命感で働いてたんでこの武田塾の勉強のやり方を京都に広めるぞと。お、なるほど、それがうまくいって、はい、最高だよ君みたいな感じでどうなんですかね、ちょっとその時の林塾長に聞いてほしいですけど。だってここの全国区なわけじゃないですか、はい、だってあ、そうですね、はい、校舎長いっぱいいても全国区に出てこれる校舎長なんかいないわけじゃないですか、はい、ここ、まあまあまあ、最高だよ君みたいな感じで言う、はい、出ちゃいなよみたいな感じだったんですか。そんなこれ林塾長のモノマネですか。誰なんですか。わかんないですけど、林塾長言うとか言わないけど、はい、もうそんな感じでやっぱもう呼ばれた感じですか。そうですね、もともと武田塾の勉強法は受験生の時は知ってましたし、うん、まあ、それで合格したっていう経験もありますし、うん、まあ、教室である程度の結果を出せてたのかなと思うんで、うん、まあ、そういうのを総合して東京に呼んでもらったって分かんないですけど、自分で言うのは恥ずかしいですけど、はい、まあ、東京来ないかっていう話があったんで、あ、じゃあ行きますと。わ、はい、したらね、大成功。全然まだまだです、はい、ぜひですね、これからも高田先生の活躍に期待してください。ただまあ高田先生からのメッセージはやっぱ英語はやっときゃよかった。そうです、本当に大学1年生の皆さん英語やっといてほしいですし、高校生も大学入ってからも英語の学びを止めないぞっていう、英語は一生涯使い続けるぞっていう意識で、この YouTube とかね、武田塾チャンネルとか武田塾イングリッシュチャンネルとかね、全部見てもらえたら嬉しいなと思います。スタディーイングリッシュということで、はい、ここから高田先生を入れていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。